レオンティオスは、東ローマ帝国の皇帝。ラテン語表記では、レオンティウス。小アジア半島南東部のイサウリア地方の出身。ヘラクレオス王朝との血縁はない。コンスタンティノス四世時代から、テマアナトリコンの長官として活躍していた。686年には、ユスティニアノス二世によって、 アルメニア戦線に投入されるなどしている。しかし、ユスティニアノス2世の不況を買って692年頃に投獄された。695年に赦免されて、テマヘラスの長官に任じられる。だが彼はサーカス党派の力を借りて、クーデターを起こし、ユスティニアノス2世を捕らえて花を削いだ上で、クリミア半島のケルソンに追放し、自ら皇帝として即位した。なお彼は、 皇帝としては、皇帝には、レオンティオスではなく、レオーンを名乗っていた。695年には、帝国の北アフリカ支配の拠点であったカルタゴが、ウマイア朝に制圧された。これに対してレオンティオスは、艦隊を送って697年に一旦は、カルタゴを奪回した。しかし698年のカルタゴの戦いで再度、カルタゴを奪われる。そして、 クレタ島まで撤退してきた艦隊が、ペマキビュラヨタイオ隊の指揮官アプシマロソウヨして、反乱を起こし、コンスタンティノポリスを攻略したため敗位され、投獄された。さらにその後705年に、ユスティニアノス2世が復位すると、復讐に燃えるユスティニアノスによって、ティベリオス3世と共に処刑された。ありがとうございます。